それでは一般発表、ルーム A3 本目の発表を行います。質問の方はスライドの方からお願いいたします。で、ズーム参加の方はマイ,クをマイクをミュートにしてお願いします。それでは株式会社ノーザンシステムサービスの和山様からジオティフドットジェスで始めるリアルタイム演算というタイトルでご発表いただきます。和山さん、よろししくお願いします、はい、よろしくお願いします。 ジオティフ JS で始めるリアルタイム演算と題しまして、えー、株式会社のノーザンシステムサービスの和山が発表させていただきます。えーっとはい、まず自己紹介なんですけれども、えーまあ、岩手にあるノーザンシステムサービスという会社の研究開発部で、えー、地図や AI を使った、えー、研究開発をしております。最近はバイクで、えー、全国各地を旅したりしております。 えー、それで,、えーとですねまあ、皆さんもご経験あるかなと思うんですけども突然の無茶ぶりというのは、まあ、社会人になるとよくあるかなと思うんですけども、まあ、偉い人から、えー、これからはサササイティー5.0でデータドリブンが IoT がビッグデータがとかって言って、まあ、そういうのを可視化しなきゃいかんよというので、えー、言われたりするかなと思うんですけども、まあ、それでせやなと言いながら、えー、じゃあどういうのがあるのかというところなんですが、えーまあ、大規模な、えー、ビッグデータと言いますと、まあ あのクローズなデータはもちろんあると思うんですけれどもオープンデータとなると、えー、一番大きなデータとなると、えーまあ、気象データ多次元データである気象データがあるかなと思いますでこちらに関しては、えーまああのー、あらかじめ決められたパラメータで事前に g m t とかですね、まあ、そういったもので、えー、レンダリングしておく必要があってマシンパワーとかです、ねえーまあ、レンダリング時間かかるという問題がありました で最近はクライアントの PC が性能向上がしてきておりまして主に CPU と GPU の性能がかなり上がってきておりましてこちらのブラウザーで実装されています WebGL というものを使いまして GPU を使った高速な演算が可能になってきておりましてこういった GPU の資産を使ってリアルタイムのレンダリングが可能になってきていると。 というころでセシウムを使ってそういったものはできないかなということで調べてみたところですね大規模多次元データ基本的にはネット CDF とかが多いんですけどもそちらを JavaScript 上で計算してセシウムで表示するというところでまずこのジオ t i f フをですねそのまま JavaScript では読めないので、まあ、Geotiff.js というものを使って、えーまあ、配列化するというライブラリがあるのでこちらを使って、えー、配列化して、えー、そのデータをですね、えー、あのカラースケールライブラリのプロティというのがあるんですけどもこちらを使って、えー、キャンバスに描画して、まあ、セシウム上にあの画像レイヤーとして表示して、えー、やることで、えーまあ、できるんじゃないかなというので試してみてたんですけどもこちらがまず使用するデータになってます。 こちらは NOAA で配布されている気象データを使って g f s 0 5グリーというところで気温、まあ、データです、ね、をこれはヘクトパスカルごとに単位ヘクトパスカルごとに気温データがあるデータなんですけどもこちらを使って可視化してみようというのを試してみましたでサムネイルで出しているのは休日でやったものになっていますでただこちらに、ね、配布されているのが g l i b 2という形式になってまして これも多次元データになってるんですけどこれをあの、えーまあ、ジオ TIFF に変換するというところで QGIS を使ってやっております。で、えーまあ、ジオ TIFF に変換したあとは、えー、セシウムのイメージプロバイダーっていうのがあるんですけどこちらを改変して、えーまあ、ジオ TIFFJS で読んだ、えー、配列データを p ロ o t y でキャンバスに描画して、えー、セシウム上に描画するということで、えー、こちらのサンプルが、えー、実際に読んでみた。 えー、千ヘクトパスカルのの気気圧面の気温になっております、まあ、こんな感じで結構きれいに出るというのがわかるかなと思うんですけどもセシウム上に表示はまあできたんですけども、まあ、大きなデータだと、えーまあ、読み込みに処理が時間かかってしまって、えーまあ、かなり重くなってしまうよとであとは、えー、解像度の、えー、大きなデータ 3500×3500 ぐらいで、まあ、大体メモリーエーラーになってしまうというところで、まあ、大きい画像では まあ、なかなかちょっと使いづらいなというのがあったので、まあ、そういったデータを、まあ、早くて、えーまあ、大きいデータを表示するにはどうすればいいのかというところで、えーまあ、いつものタイル化になるんですけども、まあ、このジオ t i f 画像に関してはそのタイル化っていうのがちょっと難しいっていうのがありまして、えー、単純に GDAL であるあ GDAL2 タイルというのがあって、まあ、これ使ってよくあのタイル化するんですけどもこれでそのまま突っ込むとですね RGB 形式のタイルになってしまって、まあ、多バンドを マルチバンドで持っている地図のデータがまあ消えてしまうという問題がありました。で、こちらをまあなとかしようというところで、えー、まああのー、これですね、あのー、名前の読み方がよくわからないけど、ティティミズティミズ二十三さんですかねのブログでまあよくこれお世話になっているんですけども、こちらであのワンバンドのジオ地図画像から元の地を保存したワンバンド タイルを生成するプログラムがあったので、まあ、こちらを改変して、えー、多バンドの、えー、タイルを生成することができました。でこの多バンドの、えー、ジオティフタイルを、まあ、これもまたセシウムの、えー、タイルプロバイダーを改変して、えーまあ、キャプロティーでキャンバスに描画してやるということで、まあ、これあのうんとです、ね、タイルごとに並列で、えー、非同期で実行するので まあ、タイルにすると非常に速くなるという特徴がありますで、これで、えー、実際に動いているデモを、えー、ご紹介したいと思いますこれで見えてますかねえー、っと、まあ、こんな感じで、えー、今これタイル、えー、1000ヘクトパスカルをやってるんですけども、まあ、これで反映してやると、まあ、こんな感じでタイルが、えー、実際に実行されているという感じが見えるかなと思います でこれであの単純にこの、うん、と何ですかねタンチャンネルを出すだけだったら、まあ、そんなに、まあ、GMT でもええんやないのとかっていうのがあるんですけども、まあ、リアルタイムで,、えーでね、RGB で非演算っていうんですけども10と,10と100と200をこう、えー、非演算してやるとそれぞれのチャンネルに、えーまあ、バンドをこう割り当ててやることで えーまあ、こんな感じでで演算処理するるこことができるとがき、まあ、ういったものは GMT とか、まあ、そういったものはでき,できるにはできるんですけどもこれを、えー、っとパラメータを変えながらこうすぐに反映したりというのが、まあ、これでクライアント上でできるというのがこの大きな特徴かなと思います。はい、えー というわけで、えーと、リアルタイムで、えー、レンダリングしてみたんですけども、まあ、そこそこ、まあ、早いというところで、えーまあ、使えるんじゃないかなという感想を得ました。で、多次元のデータの処理が、えー、そのクライアント上で可能なので、任、え、意、ー、の3つのバッドを、えー、表示したりとかというので、まあ、なかなか g o t f f j s というのは使えるんじゃないかという感触を得ました。 エアンと思っていたところ、えーまあ、ジャムステックさんというところからです、ねえー、相談を受けまして、えーまあ、CS 立体図という、まあ、ものがあるんですけどこちらはあのーえー、と海底地形を登録するときに、まあ、作ってるんですけどもこれを、まあ、リアルタイムでできるんじゃないのっていうので、えー、相談を受けまして、まあ、これをジオリフ JFS を使えばできるんじゃないかと。 というのでやってみようということになったんですけども、えー、ただ、これ、まあ、前、コ、えーねえー、スポジのアドベントカレンダーの2017で、えー、ピン標高ピングと WebGL によって CS 3体像を作るというのは、フログキャットさんの方で作られたのがありましたので、まあ、こちらを参考にしながら、えー、TPU で演算処理ができるのかなというのをやってみました。でこちらもちょっとデモがあるので、えー、表示したいと思います。 これが今表示しているのが、えー、JAMSTECH さんの方に納品させていただいている可視化ツールなんですけどこれで、えー、CS 立体図これマリアナ海溝ですかねの、えー、CS 立体図を表示しておりますでここで、えー、曲率とか傾斜とかを変えて、えーまあ、反映というやつを押すと、えー、ちょっとこれがですね、えー、ズームレベルを全部作って いるので、まあ、ちょっと時間がかかるんですけども、えーまあ、このような形で、えー、CS 立体図が、えー、GPU によって、えー、リアルタイムで、えー、演算されているのが分かるかなと思います。はいでえー、とおまけとしてなんですけども、まあ、その標高が取れるのであれば えー、マウスオーバーとかでも震度が取れるのではないかということで、えーまあ、物性値ですかね、まあ、そういったものをこう、えー、取得できるのかというのもこれを試してみました。まあ、すこれもちょっとデモします、はいえーと。このちょっと右下の方に出ているのがマリア・ナランチャラって出ているんですけどこれがあの、えー、と表示している、えー、標高の物性値、まあえー、物性値というよりは標高値ですかね、が出していると。 いう感じなんですでこちらの範囲からのと、えー、と出ると、いいとこの、えー、標準的な、えー、浸水推進値が出ているという形になっております。で、はいでえー、おまけの、まあ、2になるんですけれども、えー、先ほどはちょっと大きなデータであれば。 えー、できないという話をしてたんですけども、えー、非常にこう潤沢な高スペックであれば、えー、まあ積層で出したりとかですね時系列で表示できるのではないかというので、まあ、これをちょっと試してみたのを、えー、デモで見せたいと思います。でこちらですねこちら今全球 えー、先ほどの n のデータの全球のデータになってまして、全、え、球、ーまあのデータであっても、えーまあ、ちゃんとこれが表示できて、あと、かつです、ね、こういう感じで、えー、っとリアルタイムでデータをいじることができると、フィルタリングすることができます。これであの見るとです、ね、これ、えーっと、2018年の台風のデータなんですけども、まあ、それもアニメーションで表示するということが可能になっています。こんな感じで アニメーションしてそのしてる際にも、えー、視点を移動したいとかですね、えー、パラメータを変えたいということが、えー、できますとこれもリアルタイムで、えーまあ、GPU 演算によって、えーまあ、簡単にできるということが分かるかなと思います、まあ、全球レベルとなるとなかなか今までしかも多層になると難しいっていうのがあったんですけども、えー、まあ セシウムと、えー、プロティとジオティフ JS を使えば、まあ、このような形で、えー、リアルタイム演算ができるというのが、えー、分かってもらえたのかなと思います。はいえー、でまとめなんですけども、えーまあ、このジオティフ JS とジオティフの画像タイルを使って、えー、大規模な多次元データに関しても、まあ、リアルタイムでレンダリングすることが分かりました。えー あとは CS 立体図とかですね、比較的複雑な計算に関しても、高速で処理できることが分か,った分かりましたので、クライアント上で大規模な多次元データを実現することができるのではないかなというのが分かりました。で、今後の展望なんですけども、今までは結構、Google Earth エンジンとかですね、クラウド上のコンピューターリソースを使って計算するとかですね、大規模な、 だったんですけどもクライアントの性能が向上したことによってブラウザ上でもまあ十分にリアルタイムが可視化ができるようになってきているということで個人の PC でも高速に処理できる解析ができるのではないかなというところで災害時とかですねそういったネットワークがつながらない時でもオンタイムで解析ができるのではないかなということでサーバーとクライアントの垣根を越えたということで今回のテーマである ビヨンドボーダーズ。最後のところでつけようと思って忘れて、<laughs> ビヨンとボーダーズが達成できるのではないかなと思います。はい、失礼しました。はい、発表は以上になります。どうもありがとうございました。はい、和山さんんんどうううもありがががととととございままししたたた配配信信こここれまでででだだのの画像としての配信が主流だったと思うんです非常にな ジオティフを直接配信してこんなことができるんだと非常にあのびっくりしました。どうもありがとうございました。質問の方がいくつか出ておりまして、えー、まず、ジオティフ JS ですが、セシウム以外でもリーフレットやオープンレアーでも利用可能でしょうかという質問が出ておりますが、いかがでしょうか。はい、えー、っと、それはジオティフ JS 自体はただの,そのパーサリングのライブラリなので、あのそれを可視化する。 えー、ところはその、まあ、何ですかね、あのそれぞれの地図ライブラリであったりとかでも使えると思いますので、その辺ははいあのー、何でも使えるかと思いますはい、ありがとうございます。あと、えー、描画対象データはすべてクライアント、過去ブラウザ側で保持しているのですか、それとも、えー、タイル単位でサーバーから取得しますかという質問が来ております。はい えとこちらで今デモした形ではそのタイル上あサーバー上であらかじめタイルを生成しておいて、えー、それを読むという形になっております。キャッシュ化しておりますキャッシュというかその JavaScript 上で配列で保持してますので、まあ、あのアニメーションなどをするときにはそちらを読み行くことで高速に、えー、演算処理をすることができます。どちらかというとこれ演算処理自体よりはその タイルを読むところで、まあ、パーサリングするところでちょっと時間がかかっているような印象がありました、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、これ最後の質問でちょっとスペック的なところなんですけど、えー、画面上はクロームですがブラウザはクロームがおすすめですかあともう一つ GPU メモリはどのぐらい使えますでしょうかという質問が出ておりますそう,そうですね、クローム最近のクロームであればまず間違いなく。 あの高速にできると思いますちょっと前の Chrome だとこういった大容量のデータをやると、まあ、かなりあの落ちてしまったりとかっていうのがあったんですけども今の Chrome であれば、まあ、かなり、えー、大規模なデータであっても、えー、安定して読めるんじゃないかなと思います。で GPU に関してはメモリーはこれがちょっと,、えーとね、GTX の2080っていうのを使ってまして、えー、12ギガぐらいなんですけども、まあ、これはちょっと。 あの特別に今、用意しているものなんですけれども、通常であれば8ギガでも問題なく動くことは確認しておりますはい、えー、どうもありがとうございました。質問、まだあるようですけれども、はい、その辺は後ほど和山様に共,共有したいと思っております。はい、どうううもあありりががととごござざいいままししたた